アイテム番号 SCP-1400。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-1400 は標準的ヒューマノイド用収容室に隣接した、防音処理済みの独房に収容します。ヒューマノイド用収容室には現在の SCP-1400-A を収容します。これらの収容室は、55m×55m×10m の封じ込め区画の中心部に設置します。どのような種類のマイクロフォンまたはオーディオレコーダーも、これらの区画に設置してはいけません。カメラは、頭が向いている方向を追跡するために、SCP-1400 収容区画のそれぞれの隅に設置します。SCP-1400 が現在の SCP-1400-A の方向以外を向く事象が発生したら、監視担当者は即座に新しい方向を記録し、新たな SCP-1400-A を特定、捕獲するために、機動部隊を派遣します。以前の SCP-1400-A は、通常の財団規約に基づく処置が許可されます。SCP-1400 は栄養を必要としないので、サイト全体に関わる緊急事態を除いて、どの人物も区画内に入る必要はありません。このため、SCP-1400 を管理するレベル4の管理者のみが入室できるカードキー上により、この区画への扉は施錠してあります。好ましくない事象が発生し SCP-1400 の区画へ入る必要がある場合、すべての担当者は耳栓やノイズキャンセリングヘッドフォンを着用します。SCP-1400 に触れた担当者が通常と異なる興味の方向性を示したら、即座に SCP-1400 の影響範囲から移動し、SCP-1400 の影響を軽減するために、クラス G の短期記憶消去を施します。説明 SCP-1400 は、スモークがエリフ透明なレンズ部を持つ黒い MC50 ガスマスクを着用し、それ以外は全裸の、年齢不詳で標準的な体型のコーカソイド人の男性です。現在の SCP-1400-A を除き、すべての人間は SCP-1400 に全く触れることができません。この実態は絶えず喋り続けますが、発生はガスマスクが常に弱めてこもるため判別不能です。通常の移動能力を備えているように見えますが、不明確な手段による瞬間移動で動く傾向があります。この瞬間移動の範囲は、SCP-1400-A からおよそ50メートルの距離に制限されています。SCP-1400 の自発的活動は、推測で来る限りでは完全に監視のみで成り立っています。SCP-1400 は、SCP-1400-A と指定される、SCP-1400 に類似した体型と外観のコーカソイド男性を常に標的として選びます。この選択は、SCP-1400 の動きで推測することができます。SCP-1400-A の選択に際し、標的から20メートル以内、マスク越しに視線を観察することはできませんが、頭の動きは SCP-1400-A の動きを非常にしっかりと追従しています。SCP-1400 は視線に関わらず標的の動きを追います。5センチメートルの鉛板込みの障壁さえも、その正確な追従を妨害しませんでした。SCP-1400 はその標的から隠れようとしますが、ほとんど効果はありません。SCP-1400-A は、外して選択されてから1週間以内に SCP-1400 を発見します。対象の反応は多様ですがしかし、そのほとんどは恐怖や不審といった、継続的な監視という事実に直面した人物に典型的なものを感じる傾向にあります。中長期的には、ほとんどの SCA-1400-A は、パラノイア的傾向を強めていきます。重ねて、これは心理学的には典型的な傾向です。SCP-1400-A の振る舞いで唯一例外的な点は、SCP-1400 の顔を見るという考えに対し、極めて強く、普遍的な嫌悪を示す点です。SCP-1400 の発生は能動的な情報災害です。この声にさらされた約 75% の人間が、SCP-1400 のガスマスクを除去することに強い意欲を持ったと報告します。こうなった人間を SCP-1400-B と指定します。1彼らの語る理由は声を聞いた人間の性格や目的によって様々です。例を挙げると、その言葉をはっきりと聞きたい、そのガスマスクでの窒息を防ぎたい、驚かされたことに対して仕返しをしたい、等々です。2SCP-1400-A は、この発生に対し選択的に完全に耳が聞こえなくなることでこの情報災害に対する免疫を持っています。興味深いことに、SCP-1400-A は、SCP-1400 との物理的接触を持つことが可能な唯一の人間でもあります。
SCP-1400-B はこの事実に気づくと、必ず SCP-1400 のガスマスクを除去するよう SCP-1400-A に行動させようとします。これらの試みは、丁寧な説得から、乱暴な脅迫になり、結果的には暴力行為へと向かいます。SCP-1400-A は、取り得る全ての手段によってガスマスクの除去に抵抗し、最終的にはガスマスクを外すことなく、SCP-1400-B のグループによって幾度も殺害されています。現在の SCP-1400-A は、たとえテストのためでも、財団が取り得る異次様な手段を用いない強化尋問の全ての手段に逆らい、SCP-1400 とのやり取りを拒否しています。インシデント1400、グムバーランド。SCP-1400-A が存在しない場合での SCP-1400-B グループの社会的動向を研究するために、25人のクラス D 職員を SCP-1400 の収容区画に導入しました。実験中、1時間17分の時点で、SCP-1400 は突然被験者の一人へその注意を向けました。SCP-1400-B の他の被験者は、新たな SCP-1400-A をすぐに囲み取り押さえ、無理やり彼の手でガスマスクを持ち上げさせました。数名の SCP-1400-B が、意図せずに監視カメラと SCP-1400 の前頭部との間に割り込んだため、そのガスマスクを外した顔の視覚的記録はありません。しかし、その顔を見た SCP-1400-B の全ての被験者の全てがすぐさま後ずさりしました。SCP-1400 のマスクが完全に取り除かれてすぐに、SCP-1400 は急速に大量の重金属、リン酸塩、および人の排泄物が溶け込んだ自らなる暗色の液体へと融解しました。同時に、SCP-1400-A がガスマスクを装着し、SCP-1400 と同じ方法で転移し服を除去すると、外側収容区画の別の側に現れました。現在は彼が SCP-1400-1 として指定されています。ホイ1、最近の未確認の報告によると、SCP-1400 に似た他の存在を示唆されています。すべて人型で、顔や目を隠す不透明のマスクのみ着用し、それを除けば全裸です。今までのところ、これらの存在は暫定的に下記の通りに指定しています。SCP-1400-2、前腕の上に重いケロイド状斑痕を持つ、肥満のアフリカ人女性、がい、フォークスマスクを身につけている。SCP-1400-3、高齢のアジア人男性、中世の十字軍のヘルメットを身につけている。SCP-1400-4、後半へ荷物の入れ墨を入れた、太平洋諸島系の男性、中国のパレードの獅子の頭を身につけている。SCP-1400-5、大きな乳房をインプラントした、ラテン系の男性、アポロ計画ブロック I の宇宙服 A1C のヘルメットを身につけている。